もう部活メンバーの皆さんのいたずら捨ておけません。メイド教育の大切さを知らしめるために戦いましょう。こら、あなたたち。まっちゃん、まっつー、ちえ先生ですよ。さっきからドタバタやっていたのはまたあなたたち部活のメンバーですね。そんなにお怒りにならなくてもいいじゃありませんの。シオンさん、それから北条さんも、誰かが怪我をしたらどうするんですか？それにしても一体何をこんなに大騒ぎしているんです？いつもの部活にしては随分と白熱しているようですが。魔法の鏡が今回の優勝商品なんですの。いくら監督と知恵先生でも私たちに邪魔はさせませんわよ。そういうわけなんです。今回は見逃してください。いけません。あなたたちはただでさえいつもやりすぎるんだから。入江先生、二人を止めますよ。私は楽しければそれが一番だと思うんですが、ちなみにその魔法の鏡にはどんな効力があるんですか？手に入れた人の願い事を何でも叶えてくれるのでございましてよ。バカサトコ、そんなことまで教えちゃったら。なんと、それはなんと素晴らしい、いや、なんと危険な。そんな物騒な代物はぜひとも私たち大人が預からせていただきます。ちょっと入江先生、ちょっと監督、一体どういう権限があって私たちの部活に参戦してくるって言うんですか？それはもちろん私のメイド帝国実現のためではなく、知恵先生と一緒にあなたたちの部活のやりすぎを止めるためです。一番厄介な人の野望に火をつけてしまいましたわ。もうこうなったら是非もなしです。私たちも全力でやりましょう。なんだか目的をすり替えられている気もしますが、それはともかく、あなたたち覚悟なさい。神聖メイド帝国のためです。時間ですよ。こんなの平気ですよ。やられた。やりますね。待って。この時間ですよ。それくらい。時間ですよ。やばい。今ちょっと仕分けはよーし、よく見たら入ったよ。何者監督大反響。もう時間ですよ。もう時間ですよ。カレー重点リレーよーし、時間ですよ。今ちんちゃん、それまでです。よーし、来ました来ました、来ましたよ。新作の時間ですよ。新作の時間ですよ。新作の時間ですよ。こんなの平気ですわよ。ちょ、仕掛けは上手でしたよ。新作の時間ですよ。やっぱもう本気ですからね。うふ、やられてしまいましたわ。
それではさとこちゃん、私がその魔法の鏡とやらを手に入れて戻るまでおとなしく待っていてくださいね。監督の願い事の犠牲になるなんて冗談ではございませんわ。大丈夫です。今は嫌がっていても私の願いが通じればきっと喜んでいただけると思いますよ。さあ参りましょう、知恵先生。ちょっと待ってください、入江先生。さて次の相手はどなたでしょうか。入江、知恵、いいところで会いましたのです。リカたちから鏡を取り返すために二人にも協力してほしいのです。今部活の商品になっている鏡はこの羽生ちゃんのものなんだそうです。それをみんなが勝手に持ち出して。そうだったんですか、羽生さん。だったらなおさら一刻も早くみんなを止めて鏡を取り戻さなくてはいけませんね。そうですね、ぜひとも協力しましょう。お板を続ける子供たちへの教育のために、そして私の夢の実現のために。入江先生、申し訳ありませんが願いが叶う魔法の鏡など子供が持つには危険すぎる。それは良識のある大人が預かるべきものなのです。なんなのですか、あの男。良識のかけらすらも感じさせないほどに目が血走ってしまっているのですよ。羽生ちゃん、私怖い。ダメなのです、夏美。あなたは新お社様の巫女なのですよ。世界の平和を守らなければいけないのです。でもあの不気味なオーラ、身の危険を感じちゃうよ。僕も正直ものすごく不安いっぱいですが、それでもあの者にだけは絶対鏡を渡してはいけないと第六感が教えてくれているのですよ。確かにあの人いかにも危険っぽいよね。行きましょう、夏美、世界平和のためにも。わかったよ、私も腹をくくる。行くよ、羽生ちゃん。ではあなたたちにはこれから良識ある大人の力をよく見せてあげましょう。そして再教育です。私の理想のメイドとなるために。ちょっと入江先生、メイドじゃなくて学生としての指導なんですけど。神聖メイド帝国のためです。印刷の時間ですよ。ちょっと遅かっただけです。印刷の時間ですよ。なかなか手柄。ちょっと本気すぎません。本気すぎるよ。神聖をぶっ飛ばせ。まだ弱です。時間だ。それくらいでは倒れません。中止の時間です。はい、
よーカレー状態に入るぞ。おやがめやきよっこらカレー状態にここからが本番ですよ。診察の時間ですよ。ここで倒れるわけには診察の時間ですよ。一撃です。全力を出します。カレー充填率 100% すべすべなお肌です。羽生さん、それから夏美さん、それでは私が鏡を手に入れて戻るのを楽しみに待っていてくださいね。わー、正義は死んだのですか。ごめん、羽生ちゃん、世界平和の道はとっても厳しかった。さあ、どんどん行きましょう。知恵先生、今度はあっちですよ。待ってください、入江先生。本当に何のために戦っているのやら。おや、知恵先生、入江先生、お二人お揃いでどちらへ行かれるんですか。あ、大石さん、何でも村中で学校の子供たちが大騒ぎしているって話を聞きましたので、あの子たちに注意をしようと。そうなんです。可愛くておとなしく、ご主人様の命令には常に従順に従うメイドとしての心構えを彼女たちに。違います、話をややこしくしないでください。それにしてもですね、先ほど通報で何やら危ない男が出没したという話がありまして。さあ誰のことでしょうね。ここですか。私はどうもあなたがそうじゃないかと睨んでいるんですけどね。それは言いがかりですよ。私はただ鏡を手に入れて自分の夢を叶えようと願っているだけです。鏡？ひょっとしてあの盗難届が出ている魔法の鏡ですか。あれを狙っていると。やはり入江先生、あなたがその危険人物ですね。お二人とも署までご同行願います。ちょっと待ってください、私は関係ありません。それにあの子たちを止めなきゃいけないのに警察署に行っている暇はありませんよ。知恵先生、ここはやむを得ません。生徒の皆さんの教育のためです。強行突破しましょう。神聖メイド帝国のためです。そいつは通らない。それくらいでは倒れません。診察の時間ですよ。診察の時間ですよ。はい、捕まえた。これ診察の時間ですよ。それは通りません。よーし、来ました、来ました。やりますね。ここからが本番ですよ。次はこうはいけない。終始の時間です。もう終始の時間ですよ。
継承です。それくらいでは。これじゃ平気平気。この時間ですよ。この時間。この時間ですよ。今だ。まだまだこれからです。許しません。はい、捕まえました。この時間ですよ。これじゃ平気平気。次はこうは。よーしと診察の時間でしょ。診察の時間ですよ。あいたち、はい、どうぞ。それでは通らないな。全力を出します。倒れるのはまだですね。すべすべすべ。これじゃ診察の時間ですよ。それでは通らないな。追い込まれましたね。ちょっと待って。検証です。検証です。ご心配診察の時間ですよ。逃がしません、逃がしません。足を出しません。それは通りません。一撃でも、まあ、はい、捕まえました。それそれ油断しすぎてるわけにいかない。あ私の野望を止めることができるものなどこの世には存在しません。ていうか教育は？なんだか私、この人に振り回されているだけのような。さっさと終わらせて早く帰った方がいいみたいね。あ、おこのぎさん、こんにちは。校庭のお手入れいつもありがとうございます。これはこれは、知恵先生、いつもいつもすんませんね。あら、こちらは。あ、いや、ちょっとそこでマンゴーを見つけまして、どうしたもんか困ってんですわ。みよこちゃんって名前らしいんですが。こんにちは。私の家どこか知りませんか？なんという私の理想のメイドにぴったりな女の子なんでしょうか。入江先生、ちょっと。いや、さとこちゃんたちだけでも最高に素晴らしいと思っておりましたが、さすがひなみざわは広くて深い。これほどの美少女がまだ誰にも知られずに残っていたとは、なんと素晴らしい。みよこちゃんでしたか。どうぞこちらへ。私があなたの家を探してあげましょう。ちょっと入江署先生、いくら診療所の先生でもあんたにだけは渡さんねえ。あんたは危険すぎる。危険？それは心外です。私は世界中のありとあらゆるメイドにふさわしき女の子を大切に思う、いわば愛の伝道者なのです。ゆえにその子は私たちが預かるべきだと考えますね、知恵先生。まあひょっとしたらその子を知っている生徒がうちの学校にいるかもしれませんし。でもこの人怖い。おこのぎさん、私を守って。ああ、任せんね。
神聖メイド帝国のためです。はい、はい、はい、どうしてねえか。カレー重点、これくらいの時間ですよ。これはちょっと、はい、うるせい、はい、じゃあ、はい、私まだ、はい、せい、の時間で、ここで倒れるわけです。時間で、の時間で、やれやれ、これも診察の時間ですよ。診察の時間です。診察の時間ですよ。まいった、ここで診察の時間ですよ。やばい、時間ですよ。頑張ってやりますね。もう痛いのはそこだ。ちょっと痛すぎる。頼むねよ。ひっくり返す。もう時間ですよ。やばいぬのおこのぎで時間です。一撃です。全力を出すために全力を出します。すべすべ、おままですね。すべ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 、どうなってんだよ。やれやれ、このまぐれ、この時間ですよ。野望を実現するためなら私は鬼にでも悪魔にでもなれる。残念ですが、もはや戦う前から勝敗は決していましたよ。やだやだやだ。ああ、泣くことはありません。ただあなたはおとなしく、私が鏡を手に入れてくるまで待っていてくれればいいのです。言う通りにしていれば、後で家を探す手伝いをしてあげましょう。鏡があれば野望が叶う。だったら私もカレー世界征服計画を考えようかしら。おっと監督、それに知恵先生、話は佐藤たちから聞かせてもらったぜ。前原さん、それにミオンさん、私の野望の前に立ちふさがるのは次はあなたたちですか。容赦はしませんよ。鏡の話は聞かせてもらいました。何でも願いが叶うなんてとても信じられません。まず危険がないか確かめるために先生たちがそれを預かります。そんなこと言って、知恵先生、そのまま自分のものにして願いを叶える気でしょう。そうはさせないよ。ダメですよ、ミオンさん、知恵先生の言うことに逆らっては後でいっぱいお仕置きされちゃいますよ。そんな脅しには乗らないぜ。鏡を手に入れたらこっちのもの、知恵先生に怒られないように願えば済む話だからな。そういうずるいやり方は感心しませんね。では前原君、ここでお仕置きの前払いをしてあげましょう。前原だけに。意外な発見です。知恵先生もそういうジョークを言うことがあるんですね。っていうか、座布団全部持っていきたくなるくらいに面白くないんだけど。
ちょっと言ってみただけですよ。とにかくあなたたちに鏡は渡しません。行きますよ、前原くん、園崎さん。神聖メイド帝国のためです。ちょっと診察の時間ですよ。それうらぶっ飛べ。今準備してます。おじさんを怒らせた。ちょっといただき、全力を出します。征服計画の実現まであと少し。こうなったら私も手加減は抜きです。全力で最後まで勝ち抜いてみせます。お、チエ先生、ちょっと待ってください。チエ、入り江、待っていましたのです。今日は可愛いのが商品だから絶対に負けないよ。フルデさん、リュウグウさん、そうですか、あなたたちが最後なんですね。私の野望、あなたたちに止められますか。今から目に浮かびます、リカさん、レナさんのメイド服姿が。うわぁ、そう言われると可愛いリカちゃんのこと忘れてた。お持ち帰って今夜はいっぱい頬ずりすりすりしちゃおっかな。かな、み何を言っているのですか。レナ、敵はあっちなのですよ。これが最後だもん、気合を入れていかないとね。それではお二人とも覚悟はいいですか。
もちろん戦うわよ。ただ知恵にいるよ。あまり欲深い願いがその身を滅ぼすわよ。この後に及んでそんなこと。恐れて手を伸ばすことのできない者に夢をつかむ資格はありません。知恵先生、その通りです。野望を叶えることに危険や犠牲はつきもの。さあ、行きますよ。神聖メイド帝国のためです。の時間ですよ。ちょっと痛かっただけ。それくらいでは時間です。ちょっと痛かっただけです。行きます。まだの時間ですよ。いくよ。カレー準備100%。ありますね。ありますね。はい。カレー準備。診察の時間です。の時間ですよ。これで全てが終わりました。いよいよです、いよいよです。私の計画が、願いがついに。それにしても何でも願いが叶う魔法の鏡っていかにもご都合主義のアイテムですよね。本当に効力はあるんでしょうか。いいえ、知恵先生、信じる者は確かに救われるのです。故にそれが本物かを確かめるよりも、まずは信じることこそが大事。まあそれもそうですね。何にも起きなくて当然と思えば、別に失うものもありませんし。そうです。そして魔法の鏡を使い、私のメイドハーレム計画を実行へと移す時がついにやってきました。入江先生、ちゃんと願いが叶った後はその鏡を私にも。もちろんです、知恵先生。さあ始めますよ。いよいよこの入江恭介の願いが叶う時が来ました。鏡よ、私の願いを聞いてほしい。私の願い、
いよいよその時、私がこれぞと見込んだ女の子たちがメイド服で私にご奉仕してくれますように。それではメイドさん、ご奉仕お願いします。ゲです。クラウドです。トミーでございます。助けてください。逃げないで。お待ちになってくださいな。ご主人様、逃げても無駄ですよ。やっぱり物に頼る願いにはろくなものがありませんね。